うーわ、でっかいですね。ギラファじゃねっていうからでかいな、これ。すごいでかい。体重行きましょう。はい。皆様、どうもこんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。週の半ば水曜日でございます。まあ、水曜日に動画見られてるとは限らないわけですけど、はい、半ばでございます。ブイブイ、ピースピース。私、なんと、手に入れちゃいました、あれを。すごいです、これはね。めちゃくちゃすごかったな。手に入れたんですよ。ちょっと何を手に入れたかご紹介いたしますね。こちらです。この子たちっすよ。すげえのなんのってね。はい、あ。初めて見た大きさです。これはね、ババオゴニクワガタです。まあ、大きさでちょっと悩んでたところですね、ちょっと大きい位置を入れたいなと思いまして、ツイッターの方でね、以前ちょっとお知り合いになった方にお声掛けさせていただいたところ、オス1頭、メス2頭を送っていただけました。ということで、ありがとうございます。はい、ちょっと大きさ確認していきましょう。メスちゃんの方はね、うちの子よりちょっと大きいかなっていうぐらいなんですけど、この親が違います、全然。80×48、オス8センチの子の子孫ですね。これはね、めちゃくちゃ期待できるんじゃないかなと思います。そしてね、圧巻なのはオスなんですよ。こちらオスです。親は 78.2 と48の、こう、だからまあ血統が違うんですよね。そして、今さっき測ったところ77ミリもあるんですよ。でかい。うちの子の遥か上を行っております。はい。無論調子ですね。そしてこの体のサイズのでかいこと。びっくりしましたね。うわ、でかって、開けた瞬間ね。でかーって思いました。はい、ちょっとうちの今季一番大きかった70ミリの子と比べるんですけど、横に並べてみたらわかりやすいかな。はい、右側がうちの子、で、左側が今季送っていただいた子です。横幅とか全然違うし、顎の長さはね、うちも結構いい線いってるんですよ。なんだけど、この体の大きさが全然違う。でかいです。とにかくでかい。はい。そうですね。これだけ違うんですね。いやー、すごい。よいしょ。ねえ。これでね、今季はブリードで頑張ってみようかなと。はーい。目標は75以上出すことだったんだけど、ずっと挫折してまして、一回大きい血入れてみようっていうところですね。77です。でっかいですね。はーい。すっごい嬉しい。さあ、頑張って、子孫残してみようかな。すごい。うわー。最高に嬉しいですね。ありがとうございます。はあ、まあ、ということでね。これで大きい子が生まれなかったら、まあ、僕のブリード力がないということでしょう。はい。まあ、そういうことでございますね。これでな、でかい子が出ると、やっぱり血統の力なんだなというふうに確認できますしね。まあ、試みとしては面白いんじゃないかなと思います。期待してね、ちょっと見ていただければなと思います。ババアも結構やってますからね。もう5期ぐらいまで行ったんじゃないかなと思いますので。はい。頑張っていきます。やった!ではでは。今日の本題に入っていきましょう。今日はですね、幼虫炭の餌交換でございます。地味に動画外でやっておりまして、まあ、全部動画できるわけじゃないんでね。うん。まあ、ピックアップして動画撮ってるわけなんですけど、この種はちょっと動画載せたいかなと思うところですね。登場していただきましょう。どうぞ!こちらでございますね。これはね、マンディブラリス二股クワガタ、ボルネオ島サバ州からやってきた子たち。随分と、養化しました。うん、ちょっと早い気がしますね。1年経ってなく養化なんで、オスもメスもね、結構養化が
してる子たちが出てきています。この子はですね、割り出しは2月14日の子ですね。もう完全にサナギ、これからメスです。はい、だけどもまあ 16g まで増えちゃったんでね、結構大きいんじゃないかなと思いたいですけど、声がおかしいですね。まあ、そしてこちらオスだと思うんですけど、洋室を作って、全容になってますね。この子はですね、7月に餌交換しようとしたところ、なんかこう洋室作り始めてたのでやめた子ですね。早いと思う。おそらく10月ぐらいにはね、羽化するんじゃないかなと思いますので、11月26日割り出しですから、まあ早いですよね。こんなに早いのって思う。これは多分、マットの栄養具合がいいからなんだと思います。使ってるマットはね、北斗さんのブナ 100% のクワガタマットです。かなりでかくなるので、とてもいいマットなんだろうなと思います。ブナも相性いいんでしょうね。おそらくね。そして、今回餌交換する子たちは、同じタイミングで、溶化するかなと思ってしなかった子たちと、少し後に餌交換して、もう交換時の子たち、この子たちを餌交換していきます。そうだね。ひょっとしたら、溶化近いかもしれないんで、見極めながら慎重に行きたいなと思います。では今日も頑張って、行きましょう。クイック。行きましょう。まずこの子、前回は 27g だったので、かなりでかいやつだと思います。開けます。はっ。ここにいてますわ。でかそう。うわ、ギラファじゃねっていうからでかいな、これ。すごいでかい。すごいでかいっす、これ。スイッチオン。ヘロー。化け物になりそうな予感です。すごいです。化け物です、きっと。いきます。はい。うわ、33やって。すご。はい。初飼育で分かんないんですけど、かなり、あ、34。33、34あたり。かなりね、バケモンクラスじゃないかなと思うんですけどね。でかいっすよ、これ。むちゃくちゃでかかったですね。そんな感じになるんだ。ちょっとこうね、くぼみ作りまして、で、入れましょう。はい。もっとでかくなるのこれ。バカ見て、すげえんだけど。マンディってこんなでかくなるの。いや、相当バケモンクラスの大きさなんだけど。はい。はい。もうちょっと大きくなるのかな？ 8 日は近いと思いますけどね。33g です。バケモンでした。この子は前回 24g でございます。でかいんじゃねえか？慎重に行きましょう、慎重にね。あ、出てきた。これもでかいぞ。あー、でかいわ。これもでかい。さっきの子ほどではないかもしれませんが、かなりでかいですね。体重いってみたいと思います。はい。うわ、同じだ。33もある。バケモンだな。やった！実はこんなに大きくなるとは思ってなかったので、ちょっとボトルサイズがね、合わないかも。っていうか合わないだろ、これ。はい。そうだね。一つ大きいボトル入れた方がいいかもな。まいったね。変えようかな。いやー、想定外の大きさでしたね。ということで、ボトルサイズを、ワンランク、ツーランクぐらい上に上げました。2300にしました。まさかそんなにでかくなるとは思わなかったんでね。あまり小さいとですね、羽化不全、羊化不全なっちゃいますので、それ防ぐためにね、もう念には念を入れて、今回初飼育なんで、これで行きたいなと思います。びっくりしたー。あんなにでかいんだもんな。さあ、続けていきましょう。この子は前回 13g。相当成長してるっぽいです。見た感じ。出していきます。いきますよ。はい。あ、でかい。いやー、この子やばい。自分噛もうとしてる。やめろやめろ。噛むな噛むな。これやばいぞ。さっさと入れなきゃ。たかってる場合じゃない。体重でも一瞬測ろうか。危なかったです。自分で自分噛もうとするんだもんな。たまにおるんですよね。見境なしに噛むやつ。はい。
よし、 30g でしたね。やっぱでかいです。次の子も前回 24g でここにコードを作ってる。相当でかいんじゃないかなと思います。でかいな。体重いきましょう。はい、34。そうね、一番でかいね今日。いや相当でかいですね。マンディちょっと甘かったです。これかなりでかいんじゃないかなと思うんですけど、まあでも初飼育なんでね、感覚はよくわかんないんですよ。うん、やけどあの大きさでこのサイズったら相当ですよ。かなり期待できると思います。まあおそらくみんなもうそろそろ8日が近いのかもしれないですね。そんな感じに見えなくもないです。はい、この子どうだ。よいしょ。あ、これはプリプリしてますね。そんなに大きくないですが、行きましょう。25ですね。はい、25g。もうワンランクレベルアップできそうです。頑張ってもらいましょう。飛ばしながら動画撮ってきたんですけど、これで最後の子です。この子は前回 22g でした。開けましょう。はい、お、上にいますね。まあなんかよくわかんないですけど戯れてますね、マットと。はい、最後の子ね、ここ一番若い子。あ、ごめん、転がっちゃったよ。まあまあでも大きくなってますね。まだプリプリしてます。うわ、26。はい、ということでこれかな。これなんか入れ物が一つ違いますね。はい、できました。この子もね、もう少し大きくなると思います。やった、お疲れ様でした。これがマンディブラリス二股クワガタですね。ちょっと不節がやっぱり欠けてきてます。すごく長生きで、なんとですね、この子がですね、羽化したのが、去年の春なんですよ。3月とか4月とかですね。ということでもう1年以上生きております。で、最近あの不節1本2と、増えました、取れたの。はい、不節2本取れておりますが、まだまだ元気な感じです。うん、かなり長生き。はい、じゃあ今日はこの辺でお別れいたしましょう。かなり化け物じゃないかなと思いますね。すごかったです。黒猫チャンネルの黒猫でした。もしよかったらコメントで感想など教えてください。バイバーイ。